はい、皆さんこんにちは、高幸です。今日はですね、最近の旭川女子中学生不審死事件のいろんなね配信を見ていて思うことについて一つお話ししておきたいと思います。まあ、以前と比べるとですね、文春の再発信後ですね、いろんな方が YouTube で取り上げるようになりました。で、それはね非常に良いことなんですけども、まあ、先日ですね、キリンさんが旭川のね事件の動画を上げた中で、被害者少女はですね、自決したとか、話がテロップでも出ております。で、これですね、この旭川の件については、被害者少女の死因というのは、死体検案書にですね、自殺のところに丸がついてなくて、当時ね、文春が発表しておりましたけども、その他および不詳の外因というところに丸がついてるんですよ。ということで、旭川の警察も被害者少女について自殺とも他殺とも公表していないんですよ。それをですね、 YouTube などで、自決というふうにですね言い切ってしまって、公開するのはですねあまりよろしくないですし、この事件が明るみに出ないようにね、している風化をさせようとしているですね組織団体の思うツボなんですよね。メディア関係はですねほとんど政治団体や行政とねつながりがありますから、今津市長がね、自死といじめとの因果関係なんていうふうに途中で切り替えて言い始めてしまってるので、自決自裁というですね言葉が脳裏に残ってて、配信者やメディアもですねどん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 自殺自殺っていう風になってってしまってるんですが、自殺と決まったわけではありませんので、お間違いのないようにですねしていただきたいと思います。本来であればですよ、死体検案書に自殺のところに丸がなかった時点で再捜査しなければいけないのが本当なんですけど、うやむやにされて闇に葬られようとしてしまってるわけですよね。目に葬られようっていうのは大げさな言葉かもしれないですけども、この事件でね騒いでほしくないような状態なんですよね、警察行政はね。それとね、配信者たちにね言いたいんだけども、この文春オンラインだけをですね元に動画を作成するのは簡単なんですよ。もうストーリーができてるんですから。加害者のメンバーも最低限上がってるし、ストーリーも文春のままですね動画を作れば、もう自分で考えることなく動画ができてしまって一定数のね再生が稼げるので、非常に配信者にとっては楽な素材となってしまってて、旭川いじめ事件にですね興味もない今まで知らなかった人たちが動画を上げようとして作ってるようなんですけども、もうちょっと勉強してください。私のね YouTube チャンネルの再生リスト、まあ、気になるものだけでもいいから見てもらえれば、この事件のですね概要裏の部分っていうのがね少しは分かってくるのではないかなというふうに思います。今後ですね、私のチャンネルで旭川女子中学生不審死事件についてですねちょっと疑問を投げかけるようなね、他の配信者とは全く違った視点のね動画が上がってくるかと思います。で、その動画についてはですね視聴者の皆様が判断して自由に拡散していただいていいようにしたいと思っておりますので、楽しみに待っててください。本日はね、旭川女子中学生不審死事件の最近の配信を見ていて思うことについて今日はお話しさせていただきました。ではまたお会いしましょう。じゃあね。そうか、ごめんね。隣になった事件ってご存知ですか？